フロントガラス男。はい、どうも皆さんこんにちは。免許取ってこの方、一度も車を動かしたことがない男カッシーチャンネルでございます。まあ僕、基本的にあんま外出ないし、なんか外出たとしても、交通手段基本的になんか徒歩か電車なんで、もう車の免許取ったのはいいものの、全然車動かしてなくて、それで結構時間経っちゃって車動かすのがめちゃめちゃ怖くなってて、まあそのためにね、ちょっとゲーセン行って、マリオカートでシミュレーショントレーニングしておこうかなと思います。うん、マリオカートのシミュレーションじゃ 100% 事故りそう。まあね、そんなことはさておき、今回は、車のフロントガラスを叩き割り、ネットのおもちゃになってしまった、あの伝説の人物、フロントガラス男についてね、ざっくりでありますが、解説紹介していこうかなと思います。では行こう。このフロントガラス男という人物は愛知県在住無職の28歳の、まあ、男性の方なんですけれども、まあ、YouTube とかニコニコ動画とかでね、なんかコラ画像とか面白マット動画とかでね、見たことあるよっていう方多いのではないでしょうか。僕も結構あのシリーズ好きですね。まあね、このフロントガラス男が有名になった事件をざっくり振り返っていきますと、2019年の10月16日に愛知県のとある路上で、まあ、女性が運転している自動車の正面に突如この男が走り込んできて、まあ、減速するその車両のボンネットに向かって、まあ、走った勢いそのまま飛び乗って右手に持っていた、まあ、石片をフロントガラスへ叩き込みね、まあ、ガラスを割るといった、まあ、器物損害事件なんですけれども、まあ、その際の犯行の様子が車に搭載されていた、まあ、カメラにね記録されており、まあ、その映像がニュースなどで、まあ、流れることになるわけですが、助走をつけて走り込んで石で殴ってフロントから破壊する、まあ、その迫真の演技がめちゃめちゃ恐ろしくて、あまりにもインパクトが強すぎたためになぜかマッド素材とかコラ画像素材になりました。ちなみに僕が一番好きなやつは、もしもフロントガラス男が忍術使いだったらっていうね、フロントガラス男が分身してるコラ動画がねめちゃめちゃ好きです。これなんかマッド動画とかコラ画像として見る分にはめちゃめちゃ面白いんですけれども、まあ、実際に車運転しててこんな感じに突如男走り込んできて石でねフロントガラス何度も叩きつけられたらめちゃめちゃ怖いですよね、これ普通に。まあそしてね、この事件が起きた後、まあ、この男は逃走するわけなんですけれども、ドライブレコーダーに、まあ、残された、まあ、この映像がニュースとか、まあ、ネットなどを中心に公開されたことをきっかけに、この事件のニュースを見た母親に連れられて近所の交番に出頭したらしいです。連行することができた母親が一番最強説。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。